ファンタジスタは、草場同期による日本のサッカー漫画作品。続編、ファンタジスタステラについても記述する。優れた技術を生かし意外性のあるプレーを行う、サッカー選手を意味する、ファンタジスタに焦点を当てた作品。離島で生まれ育ち一人で技術を磨いていた、主人公の少年が卓越した、ボールテクニックを生かして、高校サッカーを経て U-18 代表に、 選ばれた後に単身イタリアに留学。U-18 代表時代のチームメイトらと共に五輪代表としてオリンピックの舞台で活躍するまでを描いた正当的なサッカー漫画。週刊少年サンデーにて1999年35号から2004年14号まで全222話が連載された。単行本は全25巻、文庫版は 全13巻。2014年6月より、単行本の復刻版が発売。週刊少年サンデー2012年45号から2015年38号までは、サッカー、日本代表の本田圭介を原案として迎え、前作から8年ぶりとなる続編、ファンタジスタステラを連載した。2006年、週刊ヤングサンデー2006年20号に、掲載されたサッカー漫画。 ファンタジスタと同じ世界観であり、伊豆諸島、八丈島の八丈島高校サッカー部に在籍する三原京介が全国高校選手権の東京都 A 代表をかけて試合に臨む読み切り作品。ファンタジスタステラ単行本題一巻に収録。前作、ファンタジスタから8年ぶりとなる続編として、週刊少年サンデー2012年45号から2015年38号まで。 連載、ステラとはイタリア語で構成を意味する。前作の世界観を共有し、主人公の坂本をはじめとした登場人物たちが 2014FIFA ワールドカップ出場を目指すストーリー。原案協力及び主人公の坂本哲平と並ぶ、もう一人の主人公を役として、日本代表の本田圭介が参画しているが、これは、 作者の草場と草場のファンだった本田が2009年にビッグコミックスピリッツ市場で対談したことをきっかけに交流を持っていた縁によるものである。作品内には本田の経験や哲学が反映される予定となっており、本田は作品に登場する自分から何かを感じ取ってほしいとコメントしている。ここでは作中の時系列に沿ってそのストーリーについて紹介する。 1> 第1話から第136話までは、大説、イタリア編に該当する。第137話以降からは、アーという表示になり、1アーからカウントされる。作中では連載当初は年代については、不明瞭だったが、作中で開催された、アテネオリンピックを軸に、正確な年代が割り出されることになった。日本編イタリア編ガイデンイーズ諸島、八条寺まで生まれ育った。 三原京介は上京して名門校の扉を叩く和部の雰囲気が自分のスタイルと合わず帰郷する。失意の京介だったが、赴任してきたことねの熱意ある勧誘を受け、八丈島高校のサッカー部に入部。チームは勝ち進み、京介は古巣の高校相手に全国高校選手権の東京都 A 代表をかけて試合に臨むことになる。 南アフリカ共和国で開催された 2010FIFA ワールドカップ決勝トーナメントで惜しくも敗退した日本代表。そこには坂本哲平と本田圭介もいた。二人は世界の競合チームに対する手応えを感じたものの、同時に足りない部分も痛感し、4年後にブラジルで開催される W 杯で優勝するという目標のために互いのさらなるレベルアップを誓う。 そんな中スタートした新代表は10代で無名の若い選手を大量に加え、テッペイラとの融合で強化され 2014FIFA フフワールドカップに臨むことになる。しかし、日本のダブルエースであるテッペイとホンダはそれぞれ所属クラブで大きなステップアップを遂げていたものの代表においては共存がうまくいかず、二人が同時にピッチに立つと必ず苦戦するジレンマを解決させられないまま、 大会を迎えるのである。特別編日本代表を外れた山並みが、チャンピオンズリーグで、鉄平たちを擁するアールマドリッドと対戦することになり、彼の葛藤を描いたストーリー。実在のサッカー選手をモデルにしている場合があり、ステラでは、原作者自身も単行本で言及している。声は、ステラ特別版 OVA の声優、東京都の下町にある、都立高校。 サッカー部は以前は弱小であったが、ことねの監督就任や鉄平の加入で徐々に頭角を表していき、選手権の東京都 B 代表予選では決勝で進む南を破り、念願の本大会初出場を果たす。直後にイタリアに渡った鉄平を書いた本大会ではベスト16に入る。その後は遠征用の大型バスを購入したり、 グラウンドに照明灯を設置したりするなど、環境面でも強化されている様子。ファーストユニフォームは AC ミランと同じ赤と黒の縦縞。森川率いる都内の強豪校で、全国大会の優勝校。インターハイの東京都予選では、水本と対戦して勝利し、本大会の決勝に進出している。選手権でも東京都 A 代表として、 全国出場を決めている。全国大会では必ずベスト8に入り高校3冠を達成したこともある福岡県の競合校で黄金の中盤と呼ばれる選手たちを要し高校サッカー界に君臨している。遠征に来ていた時に水本と練習試合を行うことになる。水本の鉄壁の活躍で一時は追いつかれるも途中から合流した。 沖田たちユース代表の活躍で再び突き放すが、最後に追いつかれ引き分けとなった。インターハイの決勝に進出している。東京都では、三角東と二強を分け合う競合で、過去に全国優勝を果たしている。豊予選で、鉄平たち、水元の前に立ちはだかる。トップ下を置かない4から4から2のイングランド式のシステムを採用し、 山並みを中心としたサイドアタックを得意とする。近藤も一年生時の当初は所属していたが、間もなく退部した。東京都 B 代表予選の準決勝で水本と対戦するも敗れた。水本高校と同じ地区に属するチームで、2年前にも水本と地区予選2回戦で対戦しており、大差で圧勝している。選手権の地区予選では戦術を転換し、 収集した対戦チームのデータを解析し、相手の攻撃を徹底的に防ぐ、電子ロックのカテナチオを武器とする長守備的なチームとなり、PK 戦に持ち込んでは、キッカーの癖を見抜いて勝利していく。地区予選の決勝では水元を苦しめたが、馬場の一発に敗れた。鍛え上げられたラインディフェンスと一死乱れのオフサイドトラップが持ち味のチーム。東京都予選一時。 トーナメント決勝で水本と対戦する。豊ヨ二次リーグにて、水本と決勝トーナメント進出をかけて対戦するチーム。西波様、補い時の二トップは相性が良く、相手チームの脅威となる。イタリアセリエ A の名門にして、世界レベルのクラブ。イタリア編では、プリマベーラに入団したテッペイが、トップ昇格を目指して奮闘する姿が描かれる。 プリマベーラトップチームチームスタッフ世界的な競合クラブの一つで同じミラノをホームタウンとする AC ミランとはダービーで熱い試合を繰り広げるライバルチームである。ステラではエンターミラノの名称に変わっている。トトがプリマベーラ時代に所属していたチーム。何かと移籍先のチームで問題を起こすトトも当時のチェゼーナのチームメイトたちとはすこぶる仲が良い。 ロシアの強豪クラブで、ホンダが所属するチームである。名前のクスカは、陸軍中央スポーツクラブの略称。名前の由来は、ムサロシアリーグ所属のクラブで、大富豪のオーナー就任による、大量補強が行われている。世界でも1、2位を争うスペインのメガクラブ。2010から2011シーズンより、ファンハーレンが監督に就任し、デッペも移籍加入してきた。 クラブのモデルはレアル・マドリード。アール・マドリッドの最大のライバルにして、世界ナンバーワンの名を欲しいままにするスペインのメガクラブ。モデルは FC バルセロナ。ファンタジスタにおける日本代表は、ユース代表と五輪代表の二つが登場。天神の監督のシガの推薦で、テッペイはユース代表の合宿に参加する。ユースから五輪代表までファンハーレンが指揮。 基本システムは連載当時の日本代表の主流であった3から5から2を採用。支配率を高めてパスをつなげるポゼッションサッカーを目的とする。なお、沖田が五輪で21番を、平田が20番を背負っているが、実際の五輪では登録メンバーは1番から18番までの背番号登録のため、本来はありえない設定となっている。ファンタジスタステラでは A 代表が登場。 ホンダに加え、鉄平たちユース代表及び五輪代表の選手たちが中心となって2014年ブラジルワールドカップでの活躍が描かれている。ユース代表五輪代表 A 代表カテナチオと名付けられた堅牢な守備にそこから生まれるカウンター攻撃は脅威。日本はユース代表として JY 杯決勝で戦い、アテネオリンピックの決勝でも退治することになる。 A 代表でも2011年の新生日本代表の親善試合で、そして2014年ブラジルワールドカップのグループリーグの第3戦で対戦することになり、日本にとっては朝からぬ因縁の相手となる。ユース代表五輪代表 A 代表カナリアの名を持つ世界最高レベルの代表チーム。アテネオリンピックの準決勝で日本と対戦。が持ち味の南米代表。 日本とはアテネオリンピックの準々決勝で対戦。A 代表としては2010年南アフリカワールドカップで決勝トーナメント第一戦で対戦した。テクニカルで狡猾なプレーが持ち味の北中米の強豪。JY 杯の初戦でユース日本代表と対戦。外伝魔法使いの夏で登場した L リーグに所属する架空のサッカークラブ。拠点は福岡。 正式名称は大村水産女子サッカークラブで L リーグに加入して間もないチームである。琴音は監督の長田の頼みから FC ベルーガのセレクションに参加した。八丈島にある都立高校で読み切り作品のカンピョーニに登場。琴音が不妊児3年目で選手権出場を果たす。ミラノにある高校で鉄平たち AC ミランプリマベーラの選手たちも所属。 サンデー連載7作品を連続 OVA 化するアニサン企画の一つとしてファンタジスタステラ大8巻より3巻にわたり特別版に同梱される DVD に OVA として収録2015年10月より12月まで東京 MX にてアニサン劇場の枠で放送されたファンタジスタステラに関するカテゴリーありがとうございます